はい、おはこんばんちは、春川流でございます。信長の野望波動、今回は片倉小十郎の使い方ということでやってまいりたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは片倉小十郎のご紹介ですね。テンプ900、戦力5226、刑事のコラボの武将も含みまして SSR106 種類になりました。戦力24位、統率37位、対武勇40位、対知略12位、対政治29位、対ということで対と対ばっかですね。まあ知略が高くて、あとは700台でまとまってるっていう感じですね。武勇が若干低めでしょうか。だけどね、知略836もあれば十分でしょう。で、陛下、足軽 C、騎馬 A、弓 A、鉄砲 S ということで、足軽以外の部隊だったらどこにでも叩き込めるかなという感じですね。はい。特に鉄砲は S なんでね、鉄砲で使いたい。先鋒、竜の右目。対象含む敵3部隊で知略 250% 攻撃と。で、鉄砲陛下云々はいつものやつですね。で、味方3部隊に先鋒速度 20% 上昇し、通常攻撃回避 20% を付与。で、攻撃威力、知略を、5% 類化。これ2つ類化するのも初めて来たね。うん。強い。で、性能、発動間隔35秒、範囲中、基礎連鎖 16%、連鎖順普通となっております。で、先鋒速度上昇と通常攻撃回避は15秒で、攻撃威力類化と知略類化が他の類化と違います。20秒になっております。一気に2つも類化付与するから20秒という風に抑えられたのかな？普通の類化が90秒だからね。片倉小十郎だけでは類化は続かないって感じですね。なるほど。ちょっと面白いね。まあ、先鋒優秀ですよね。竹中半兵衛と似てますよね。敵3部隊に 250% 攻撃して、で、先鋒速度をアップさせる。これ竹中半兵衛と一緒。違うのはこっちですね。通常攻撃回避がついてるところ。うん。面白い。で、技能、発奮と再力ですね。分は、自分隊にかかる有利状態や能力強化の効果時間をプラス何パーってやつですね。で、再略、こちらは固有技能ですね。負傷で対象と同じ縁西が2以上の場合、部隊の知力プラス 6%、 先鋒発動速度がプラス 10% と。これも竹中半兵衛と似てますよね。まあ黒田官兵衛とも似てるか。先鋒速度 10% アップして、部隊のパラメーターをなんか上げるっていう感じですね。なるほど、竹中半兵衛とマジ似てんな。で、列伝、伊達最上家教養軍師鉄砲名人律儀者ということで、まあ軍師持ってる人多いですよね。この辺でも合わせられる。律儀者でもそこそこ合わせられるかな。うん。で、鉄砲名人だね。やっぱこれがめちゃくちゃいっぱいいるんで、鉄砲得意なやつらがこれで合わせられるっていう感じですね。あと回伝見ていきましょう。星4、平身不屈先導、星5、逆境明鏡脳裏、6、栄宝中石。ああ、中石か。なるほどね。で、星7が結縮築。武略。あ、まあ、鉄砲だとね、武略欲しいですからね。で、伊達政宗の舞台に突っ込むとき、武略合わせたいんで、この辺つけるのは結構面白そうですね。なるほど。パラメーターもまとまってるし、先鋒も竹中半兵衛と同じような感じで強い。再略も強い。列伝もいろんなやつと合いそうということで、片倉小十郎はいろんな場面で使えそうですね。うん。まあ、戦力もね、テンプ900の中でまあ真ん中ぐらいだしね。うん。で、そんなね、片倉小十郎と相性のいい武将、まず一人目がこちら。はい、もちろん伊達政宗と。鉄砲名人伊達最上家教養で 40% までいきますね。はい。あともう一人がこちら。はい。花の刑事コラボの、直江兼次ですね。こちらも律儀者軍師で会いまして 40% までいきますよと。ただ鉄砲が C なので、片倉小十郎騎馬が A ということで、その騎馬隊で合わせるかな？まあ弓でも合わせられるかなという感じですね。あとはですね、36% が3人おりまして、森蘭丸、織田信忠、大元節斎ということで、鉄砲だったら森蘭丸、織田信忠。で、弓だと大元節斎と合うかなという感じ。あと 32% がめちゃくちゃいっぱいいます。こんないるんですよ。明智光秀、滝川一益、島津義久、テンプ800の名護姫。で、暗黒 JK、小早川高影、石川一政。で、これ以外にもいるんですよね。などなどという感じでございます。まあ、片倉小十郎と陛下が合うやつを抜粋してこれって感じ。え？なんで片倉小十郎はもういろんな武将と合う。
ということはいろんな舞台に叩き込めるということですね。はい。でそんなね、片倉小十郎の使い方なんですけども、まずね、前回、正宗の使い方でご紹介したように伊達政宗の鉄砲部隊の副将というのが一番の役割かですかね。うん。でもう一つはまあ自身が鉄砲隊の大将としてというのも素晴らしく強いですね、これ。うん。なところでしょうか。それでは片倉小十郎の編成紹介していきましょうか。はい、まずはこちらですね。正宗の紹介のほどもやりましたが、まあ、正宗の副将としてっていう感じですね。でまあ副将に片倉小十郎を置いて、で与力には織田信忠、明智光秀あたりかなと、まあ、僕持ってるのだとねあと鉄砲が良くて、まあ、伊達政宗の激震をうまく生かすということを考えると攻撃戦法、そうすると滝川一正、あと島津義久か、この2人がここに来てもいいねっていう感じですね。はい。まあこれはまあこんな感じで、おすすめしたいのはこちらですね。はい、こちら片倉小十郎が大将の場合という感じですね。まあ副将に伊達政宗をまあ一番相性がいいので置きまして、まあそうすると最上義昭、あともう一人は誰でもいいかな、滝川一正、明智光秀、龍造寺高信でもいい、そんなところかな、鉄砲だと。うん、っていう感じですね。ただまあ伊達政宗も片倉小十郎もどっちも持ってるっていうんだったら、やっぱり政宗大将にした方がいいかもしれませんね。うん、まあ、片倉小十郎をね大将にするっていう場合は政宗持ってない人が多いと思いますんで、政宗持ってなかったらどんな編成になるか。はい、こんな感じですね。まあ副将には森蘭丸または織田信忠あたりかな、あと持ってるんだったら、島津義久でもいいですね。まあ滝川一正でもいいんですが、まあ、33% でだいぶパーセンテージは落ちるんですよね。でやっぱりね、生駒狐を入れたい、ヒーラーを入れたいですね。ぜひ攻撃アップして知略でケアルラですね。伊達政宗持ってなくて片倉小十郎で組むんだったらこんな感じ。うん、まあ攻撃戦法上の方がいいかな。まあその辺はお好みでということですね。まあぶっちゃけね、小十郎が大将だったらあとは下は何でもいいんですよ今おすすめしたいのはこの鉄砲隊の小十郎隊の横に竹中半兵衛隊を置きたいんですよね。うん。で竹中半兵衛も、戦法速度アップ 20% 持ってます。で小十郎も持ってる。この2部隊の間に攻撃戦法の強い部隊を置きたいんですよね。うん。あとは毛利元就とか強力なデバフ持ってる部隊、それで戦法をガン回ししたいんですよ。これ強いんじゃないかな。例えば小十郎で、あと、竹中半兵衛、ざっくり組むとこんな感じかな。ちょっとごめん、僕黒田官兵衛持ってないんで防御側の副将安国寺英慶になってますけど、ここが黒田官兵衛だとなお良いですね。でこれで竹中半兵衛、小十郎、戦法打ちまくって戦法速度 20% アップをばらまくと。そんな感じの舞台いかがでしょうか。多分強いと思うんだけどな、そこそこわかんないけど、うん、この2舞台があればもしかしたら三国志波動の高孫さんシステムいけるかもしれないね。うん。今まではね竹中半兵衛だけだったんできつそうでしたけど、竹中半兵衛と小十郎2舞台出して、で他の一門のみんなも小十郎と竹中半兵衛隊だけにして出陣させれば、戦法速度アップがみんなで掛け合ってね、とんでもないスピードで戦法が打てるようになるかもしれませんね。ただ三国志波動の方でそれがね結構話題になったんで、まあ信長の野望波動はその辺対策されてるかもねって感じ。戦法速度アップのバフに上限が設けられてそうな気がしますわかんないけどね。まあでも試してみるのはありかもしれませんね。うん。まあまあそうならないとしても、あんまり途切れずに戦法速度アップ 20% が満遍なく他の部隊に乗るっていうのは結構強いんじゃないかなと思います。うん。まあ編成はこんな感じですね。はい。あとはね秘伝を見ていきましょう。統治の極み項ということで、レベル5になると統率150、知略150アップして、部隊の攻撃プラス 10% ということで、もう完全に副将向きの秘伝になっておりますね。まあ片倉小十郎にぴったしアウトかなという感じです。で、あとは、片倉小十郎にどんな点をつければいいかなというところなんですけども、まずね、天賦850の武将だと一人います。はい、こちら。
コラボの直江兼次の秘伝、武士の正義とかいいですね、軍師で会いますよと、先方攻撃力プラス 60% で武勇知略アップしてくれるよというのがいいですかね。あと添付900のね、秘伝つけられるよという感じで言うと、鉄砲の織田信長、黒田官兵衛、真田正幸、竹中半兵衛、明智光秀、鈴木重秀、朝倉総敵、島津義弘と、まあこの辺のもつけられるという感じですね。まあコスパ的にはこっちかなって感じ。はい、それでは以上でございます。片倉五重の使い方でございましたと。まあ伊達政宗の副将、あとはね大将として、まあ部隊編成して竹中半兵衛の部隊と並べて使うみたいなところかな。まあ使い勝手がいいです。伊達政宗みたいに星が重なってたら全く使えんよっていうわけではないです。いろんなところで使えるんで、まあ実はねシーズン5の武将の中では伊達政宗より片倉小十郎を引いた方が使い勝手はいいという感じでございますね。はい、以上でございますと。今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。